かけた歌うオペレッタ、僕と魔王実況プレイ。皆さんこんにちは、アラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。ちょっと更新期間が空いてしまってすみませんちょっと先週今週忙しかったのと、あとストックがね、動画のストックが切れてしまったので更新がちょっとストップしてしまっておりました。で、今は湖の町なんだったっけかな、そこがある近くにいます。なんでかっていうと、まあおそらくなんですけど、この暗号文を見て解いてみて、ここじゃないかなと思って来てみました。キリラオマコカケレルアムシクっていうのが1行目と3行目にあって、なんか法則性ないかなと思ってあいうえお順で見てみたんですね。したら、左から行きますか。かきくけこで、真ん中に入るのがく、ラリルレロで、リル。これはちょっと法則で聞いてきたなと思って見ていくと、ラリルレで、リが入って、わおん、あかな。で、まみむ、かきくけこ、さしく、あ、じゃない何でもだったんだ。かきくけこさしで、一番右がかきくで、ちょっと分かりにくいと思うんで説明が下手で、答えっていうか、まあ、自分のたどり着いた答えを言うと、真ん中に入るのがくるりんみさきかなになったので、前にここ来たと思うんですけど、特に何もなかったね。このくるんってしてるとこ、まあ、まさにここがくるりん岬なんじゃないかなと思って来たんですが、やっぱりね、合ってました。よかった。世界暗号協会の男、そのまま動くな、じっとしてろ。振り返るんじゃないぞ、世界暗号協会のものだ。よくここまで来たな。どうやら君は正しきものらしい。次の暗号は×駅丸、マドリルかな、駅っていうと。さらば、暗号文その4を手に入れた。ひとまずマドリルが怪しいかなとは思うんですが、その前にね、あの会長魔王と前回対峙して確か逃げられちゃったと思うんで、彼を探さないといけないんですが、どこだったっけ。鉄の都のすぐ南、逃げ去りし者の気配あり。それは地の底より見上げる欲深き者の姿、再び立ち上がる日のために身を潜めているってことなんで、結局はまあマドリルに戻らないといけないわけか。んー、じゃあまあちょっとね遠い位置にいるんで戻りたいとは思いますが、ワープ装置が使えるかな。うー、いっぱい敵がいるな。そうで、ちょっと新しい敵をね見たんですよ、ここに来るまでに。草原を守る像ですね。まあ特に強くはないです丸ボタン連打で戦うしてれば勝てちゃうような感じなので。うわっ、毒か。ひとまず戦ってもらって、戦闘後って治んなかったっけ、毒。だいぶね、ロザリーとルカの攻撃力が高まってるんで、ちょっとキスリングが火力足りないかなーってぐらいで。あ、やっぱなんか毒治るっぽいな、多分前も見たなこれいやー、忘れちゃうんですよね、ちょっと期間が空くと。浄化の石は手に入れましたが、使わなくてもいいでしょう。じゃあ、この近くにワープ装置があるので、そっから、あれ、ちょっとぐるぐる回しますよ。あれ、ワープ装置どこ行った。はい、通り過ぎちゃってましたが、ここですね。こっから多分マドリルの近くまで飛べたはず。よし、すぐこのワープ装置の存在を忘れてしまうんですが、あと3箇所ぐらい行けそうですね。
と緑か赤か、とりあえず赤いってみようかな。でも多分マドリルの方だと、あ、ここかな、ここですね。よかったよかった。こっから南じゃないと思うんで、多分2階に上がってからですね。リシェローが確か湖の町の名前で、そっち方面に出るマップから南だと思う。でちょうど2階には駅があるんで、ちょっと深くは考えてませんが、暗号文が関係しているならばと、ちょっと行ってみましょうか。単純に左側がバツで右側が丸だったから、右側の方に行けばいいのかな。行くだけ行ってみましょうかね。まあこれでまた分かんなかったら私の宿題ということで。一応この人にも話を聞いて、でも多分誰か来たことは明白なんで、いないぞ。駅の右側ってことかな。あ、この人か。正しき者には援助だからね、これを差し上げましょう。めっちゃ簡単だったな今回の暗号文ほぼ見えてないけどね、ルカ君。次の暗号は、寒い友情の目が見つめるツリーです。雪だるまとかかな。健闘を祈ってますよ。寒い友情の目が見つめるツリー。雪だるまなんていたっけ今までに。ちょっとこれは次回かな。まあ一つ暗号を解いたんで、よしとしましょう。じゃあ次はいよいよ会長魔王のとこに行きたいと思います。次もダンジョンなんでしょうかね。ひとまず回復はしてないけど大丈夫かな。あよし、じゃあ行きましょうか。うー、敵が多いんだよね。こっから近くに何かあったっけ。左側の方かな。すぐ南ってことだから多分そんなに離れてはないと思う。あー、 OK。 こっち、もうちょいこっちかな。あ、いけないし。意外とエンカウント率が高いんで。あー、捕まりたくない。よしよし、こっちかな。あー、なんかあそこっぽいぞ。橋はどこにかかってるんだ。あ、こっからか。はい、それっぽい場所に帰ってじゃない、やってきました。帰らずの奈落、ここかな多分。ちょっと回復してないんで心配ですが、イベントが起こりましたね。うむ、ここだな、間違いない。やつはこの奥にいる。プンプンに追うぞ。そう、目の前に来られても変身するまで気がつかないやつの言うことじゃね。うぐぐ、それはこいつがこの、こいつがこのグズな子分が居眠りしておったからだ。なんて濡れ衣を。全部お前が悪いのだ、この子分子分子分。マラワの召使いをいじめるのは許さぬぞ。しかし妙だとは思わないかい。会長魔王はいかにも派手好きの都市型魔王だと思ったけど、都市型魔王なんて分類があるんだ。いざとなるとこんなところに閉じ込まるとはね。やはり魔王とはそういうものなのかな。確かにな。でもこういう洞窟を見るとなんとなく落ち着くようではある。ふん、魔王の習性なんてどうでもいいわ。私は勇者、魔王がどこにいようと追い詰めて倒すのみ。やれやれ、思考停止している女はこれだ。
脳みそに行くはずの栄養が全部腹のあたりに行ったのだろうな。ククあ、私のウエストをバカにするな。キー、この。静まれ。ここは魔王の巣窟じゃ。バカ者ども、もっと真剣にやるのじゃ。マルレインが割としっかりしてるんだよね。さあ、アルカ、お前が先陣じゃ。進め。かといって王女様が一番後ろに行くのはどうかと思うぞ。帰らずの奈落、地下1階。おお、BGM が面白い感じだな。暗い。あ、待って、回復したい。どこかで扉が開いたようだ。なるほど、この陣を踏めばいいのかな。ちょっとここでセーブもしていきたいと思います。いやー、パートも今いくつだ、14ぐらいかな。意外とやってきてますねまだ始めてすぐだと思ってたんですが、カメラワークがえーと、地下2階、特に看板らしきものはないんだな。見えないぞうー、敵が。秩序の歯車、気まぐれなネジ。ほぼほぼ姿は見えていませんがこれちょっと編集で明るくするかな。あ、本当に歯車ですね。あれもネジだ。キノコみたいに見えるけど、さすがにこれはちょっと暗いぞ。これは録画ソフトで設定を変えた方がいいのかどうか。まあでも今はちょっと収録しちゃってるんであれなんですけど、まず右から行くか。もう階段があるな。ちょっとこのフロアを先に探索してから行きましょうか。キスリングがレベル13になりました。一番彼がレベル高いかな今んとこ。うわ、なんだ。あ、なるほど、またこの壺か。倒していきましょう。黄色の壺だって、前も黄色だったっけ、ちょっと覚えてないけどまず倒しておくに越したことはないと思うので、まあ攻略のヒントになってるかもだしね。イエロか。結構効くね。てかだいぶ削られたぞ今。ルカもレベル13。ロサリンも来るかな。やっぱり。まあ、新しい技を覚えないようですが。あ、壺破壊した。やっぱりこれが攻略のキーなんだろうな。こっちは？こっちにも階段があるな。これは上に上がる階段で。あ、なんだ。落とし穴に落ちた、別の階に来てしまったようだ。落とし穴もあるのか。マップが出るのは嬉しいが、とりあえず壺があるから倒していきましょう。ちょっとね、結構イエローが強くて、相手のだいぶ削られるな。まあこれぐらいあれば大丈夫でしょう。扉は開かない。じゃあこっち側行けないのか。こ
ここも扉か。あ、びっくりした、もう止まらないでいやー、だいぶ体力削られるの早い暗すぎてどこかわからんが、今壺があるところが開きましたね。ここは開いてないっぽいぞ。ここに壺があると気がする。やめてくれ。これだ、壺倒していきましょう。ちょっと壺が強めとなると会長魔王も強いのかな、ちょっと怖いな。LP はできるだけ消費したくないから、このまま行きましょう。この赤い印はなくならないんだね。ちょっと編集の時に画質じゃないや、明るさを上げているかもしれませんが、今の時点では真っ暗で何にも見えないんでうーっと新しい敵が出てきたぞ。ちょっとかわいい頑強なゴーレム、硬そうですね。HP 減るんだよな。でもちょっと可愛い顔してる、本当にでも硬いな、やっぱり物理攻撃が。あ、全然余裕でした。ルカの剣の方がちょっとどうやらここの敵には相性がいいみたい。普段はなんかロザリーの方が攻撃力高い気がするんですけど、今回はそんなこともなく、とりあえず壺を倒していきましょう。よし、じゃあちょっと魔法陣みたいなのも見えたんで、これも踏んでいきましょう。お、また壺が。もう一箇所は暗くて分かんないけど、こっちが開いたっぽいな。何にも見えないこの扉が開いたんだな。お、ルカのレベルが上がりました。やっぱりちょっとここの敵はレベルが高いのかな。すぐレベルが上がります。すべての壺を破壊した。次の階への扉が開いた。なるほどね。ちょっと待ってよ、ルカがだいぶやばいので回復をして、こっちじゃないな、こっちか。なんか2階をすっ飛ばしてないな。上に来てまた上に行っちゃうのか。どこの扉が開いたんだろうか。ここが1階で、まだ壺あんのかな。ありそう。お、ロザリーがマイストールの特技を習得しました。なんでしょうマイストールって。マイストール攻撃力ダウンか。まあでも敵グループなんで団体戦で戦うときはありがたいな。まだ行ってない場所を、やっぱりここにも、あ、これ多分落とし穴だな。一応壺倒しておきますか。よし、壺を破壊したので、あー、こっからはまだ降りられないんだな。壺を破壊しないといけないっぽい。ど
どこの扉だいそれは。こっちに出て、よく山猫の牙って手に入れるんですけど、あれはどんな効果があるんでしょうか。ちょっと見てみようかな。これだ。攻撃力1上がる。消費アイテムのなんかドーピングアイテムみたいな感じなのかな。あー落ちたし。これでダメージ受けたりしてる、もしかして。してないですね、よかった。まだ壺あるけど、まあ倒しますか。よし、探索続けていくぞ。こっちはよく落ちますね。ここは来たことありますね。こっち側に行って扉が開いてて、まだ行ってない方に行ってみましょう。ちょっと引っかかるな。でもこれ上に行く階段なんだよね。あの真ん中が多分次の階に行くやつなんでしょうけど、まだあそこに行くまでに、どこかをこなさないといけない。多分これ壺だな。あー、やっとすべての壺破壊しました。これは1階部分で、どこの、これ多分落とし穴だな。どこの階段が開いたんだ？こっちかな？やっと進めそうな気がします。だいぶね、迷ってたんですよね。お、新しいとこ来たぞ。あ、もう最悪、また落ちた。ここはどこだ。またか、ちょっと戻ります。はい、やっとそれらしい場所に戻ってきましたが、何度ここの落とし穴に落ちれば気が済むんだってくらい落ちました、もう。超大変だった。お前もう本当に真っ暗で全然見えないんですよね、マップが。これ電子線の問題なのかな。そっちで設定変えるのか、アマレコ TV で変えるのか。やばいやばい。まあでも多分もうそろそろね、会長魔王のとこ着くと思うんで、人気出してやっていきたいと思いますが、何分カットしてる部分が多分多すぎて、若干テンションが低くなりつつあるのは否めないですが、よしよしよし、これで多分先へ進めますね。ちょっともっとここの落とし穴にはもうはまりたくないんで、ここなら大丈夫か？ちょっと慎重に行きます。オッケー。じゃあちょっとキスリングがやばいんで、回復して、下に回復セーブないかな？このまま先へ進んで良さそうですね。おっ、どうやらこの先が一番奥のようだな。覚悟はいいかあるか。心身ともに準備は完璧か。完璧ではないんだけど、ちょっと戻るのは戻るので意外と大変なんだよね。めんどくさいっていうか。じゃあ進んじゃいましょう。行こうスタン。よし、では行くぞ。いましたねー、元会長魔王、グハハ。なんだ、来たのかね。そうかそうか、来たかね、グハハハ。
何がおかしいの？もう逃げられないわよ、会長魔王。ここがあんたの墓場よ。覚悟なさい。おい姉ちゃん、あんた耳悪いんか？わしはもう会長辞任しとる。元会長魔王だっちゅうの。ま、そんなことはいいけどな。わしは逃げたんじゃなく、ここにあんたらを誘い込んだんですわ。一つ教えとこう。ビジネスには地の利、人の利、天の利という。この説教親父が、聞いてるだけでムカつくぞ。とっとと勝負しろ、こら。ぐはは、いかんな、そんなことじゃ。まあ、要するにこの場所じゃ、わしは格段に強くなるということだ。言ったろ、わしはあんたらとは頭の出来が違うんだよ、頭の出来が。ぐははは、さあ来てみるがいい。元会長魔王さん、君の悪は、あくまでも、陰険で戦略的。しかしそれだけでは天下を取れないよ。ストレートな恐怖を呼び起こせぬ者に世界を滑ることはできないのだ。そうだろスタン君。意外とキセリングさんがなんかまっとうっぽい感じがするんだよな。まっとうかどうかっていうと魔王側についちゃってるからあれなんだけどね。キセリング、お前ただの変人かと思っていたが、そうだ、要はそれを言いたかった。わかったか、参ったか、こら。人のシリウマ、なんて読むんだろう、に乗って威張るんじゃないわよ、このバカ魔王。さあ最後の爪じゃ、皆のものしっかりやれ。ルカ、わらわが見ておるぞ。見事わらわの代わりに魔王を討ち取ってみせい。来ましたね、ボス戦。緊張すんな。結構いるな。攻撃が心配だが、ちょっと一回敵グループのあれを下げとこうかな。あーんー、どうしよう。あ、嘘でしょー。はぁ、強かった。初ゲームオーバーですね。うわ、悔しい。さあリベンジマッチでございやす。同じパート内でやっちゃってればいいなと思いつつ、ねー、これがどうするかな。守るって多分防御だよね。とりあえずこの取り巻きを倒しちゃいたい。攻撃力下げるか。下げてからブルーで攻撃しようかな。ルカ君はオーバードライブで火力上げたい、やっぱり。んで赤の剣からの会長魔王で、ヒーローがどのくらい効くかによる。それでキスリングが、あー全然効いてないっすね。14か。これティールってやつがやばいんだよね。ロザリーがやばい。ロザリーは攻撃して、ルカも攻撃して、キスリングがアイテムでロザリーを回復。危ない危ない。息が止まる。意外とっていうかね、すごい緊張しますね。ミスもあんのか。やばい。どうしよう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 。ここ死んでもらっちゃ困るからな。火の見せって使うか。もうちょっと、
ロザリーに来てない？大丈夫かな？会長の…う、やばいぞ。え、木の実セット使う前にやられるとかある？あ、よかったよかったよかった。木の実セットって買えるかな、お店で。ブルーで、ちょっとルカに木の実使っちゃったのもったいないけど、ロザリーにやるべきだった。うーん、またティールか。誰だ、キスリングか。赤の剣、意外と戦略必要だぞ。まだ倒れないし、いけるかいけるか。あー、ダメっぽい。ちょっとね、まず回復よりは敵の数を減らしたい。そろそろ会長魔王は倒れるだろう。オッケー。あ、今度はキスリングが倒れたままになっちゃった。あー、ごめん。いや、でもちょっと大変だったぞ今回は。レベル足りないのかな。初陣の首飾り、レベルが15になりましたが、新しい技を覚えず。お、ロザリーも。え、これってキスリングに経験値入る？入らない。あー、マジか。おー、魔力が戻ってきた。よしよし、これでまた一歩大魔王の座に近づいたな。ちょっともうちょっとさ、スタン戦闘面で役に立ってほしい気がする。もっともっと会長魔王手やら。うわぁ、どうだ、これが真の魔王の力だ。もうわしは今まで一体な、今まで何を。は、ここは一体どこ。それでごまかすってのはさすがに。あ、この手は通用しない？やっぱり。グハハ、冗談よ冗談。いや、本当、ん？いや、しかし本当に不思議だな。わしは長年金儲けだけ考えて地道に悪い商売をしてたはずだが、まっとうに生きてくれ。なぜか突然勇者どもの噂を流そうなどと考えついたんだ。一文にもならないのにな。世界政府なんてわしの柄じゃない。そう思っていたのになぜか何かに導かれるように。そういえばなぜこんな行き止まりの洞窟に来ちまったのか。逃げ場のない場所なのに。わからん、わからんのだよ本当にな。ふむ、元の元会長魔王さん、あなた下水道の奥に心当たりは？おう、うん、あるぞ。なぜだか知らんが下水道の奥に何かがある気がしていた。世界征服に近づいたらそこへ行くことを確かにわしは夢見ていた。ふん、夢見ていただと。そんな軟弱なことだからろくな悪事もできぬのだ。そんなことより古文、3匹もの魔王を倒したにもかかわらず世の魔力はまだ完全ではない。つまりまだまだ偽魔王がいるのだ。にもかかわらずそいつらがどこにいるのか具体的な情報はさっぱりではないか。魔王マップ見ればいいんじゃないの。それがどういうことかわかるか。なぜ奴らを隠れている。お前の考えを言ってみろ。休暇中だから。王女が怖いから。わかりません。わかりませんよ、そんな。休暇中だからとか言いたいけど多分怒られるから正直に言いましょう。わかりません。えい、このぐずこぶめ、この魔王スタン様を恐れているからに決まっておろうが。あ、そうかそうか。全く考えに及ばなかった、その考えに。全く頭の悪い子分だ、この子分子分子分。こら、自称魔王、わらわの召使いをいじめるでない。しかし確かにお前の持つ魔王マップを見る限りまだ魔王がいるようじゃ。なんとか探し出して退治せねばな。おお、楽しみだの。あの王女様、楽しみって実際戦うのは私たちなんですが。おほん、ではここにいる負け犬の元孫に聞いてみましょう。結構毒舌だね。何か知ってることはないかね。
ああ、他の魔王か。はっきりした居場所や姿は知らんよ。だが、提供できる情報はある。ここから少し歩いたところに不思議な像がある。そこに横断トンネルがあるという。横断トンネル？なんだそれは。おお、王家の方もご存じないとは。そこは世界の外からこの世界にいる魔王に物資、人員を供給する通路だそうだ。別世界ってこと？わしは使ったことがないが。なるほど、つまりそこで待っていれば他の魔王が現れる可能性があるということだね。しかし、それほど重要な通路なら、多分入るために特別な道具が必要なのではないかね。ぐはは、さすが学者先生だけあるな。そうだ、そしてわしはそれを持っている。差し上げてもよろしいのですがね、王女様。ただし、わしをここから無事に返してくれると約束してくだされば。わかった、約束しよう。ロザリーも良いな。ええ。正直倒した後の魔王というのは普通のお化けより無力に見えますわ。切り捨てるのも哀れなような。結局魔王は人間ではないんだよね。人間に取り付いたとか。ちょっとこの人、会長魔王は人間により近い姿をしていますが、姉ちゃん同情してるんかい。同情よりも愛が欲しいな。わしどうよ、わしとラブラブにならへん？宣言撤回。やっぱり切り捨てる方がいいと思うわ。え、そこら辺にしておくのじゃ。では元魔王よ、その道具を渡した後ここから立ち去るがよい。ありがたいことですな。ではこれが横断トンネルの鍵ですわ。坊ちゃん、確かに渡しましたよ。ミニチュアの像、鍵って感じの鍵じゃないんですね。あら、ちょっともう一つ何か落としたわよ。それも重要なものなんじゃないの？あらら、なんでしょうね。あ、これか。まあどうでもいいもんですわ。悪心ついた時から知らんうちに持ってたもんで、何に使うものやらわしにもさっぱりなんですわ。欲しいんならこれも差し上げますわ。まあサービスってことで。わしっていいやつやろ。ルカはラッパ状の金属管を手に入れた。蓄音機の、音の出る部分とか。わかんない。オルゴールがあったから、そういう音楽系に関係した機材かなとかって思ったけど。じゃあ、わしはこれで、町に帰って地道に氷菓子をやりますよ。ぐははは。これでよかったのかしら。あやつはもうただの小悪党じゃ。わらわなかかるようなものではない。立てるか。わらわの靴がまた汚れたぞ。お前のせいじゃ。よってわらわの靴を磨く栄誉を与える。はよせい。ははい、そんなそんなというのは冗談じゃ。お前もお前なりによう戦ったな。褒めて使わす。アメとムチがすごいぞ、マルレインさん。では町へ帰ろうるか。わらわは空腹であるぞ。こうして会長魔王は退治され、マドリルの町に平和が戻ってきました。しかし自称魔王とわがまま王女と日傘の勇者と怪人学者、それに不幸すぎる少年には安息の日々はありません。少年の前途に次はどんな不幸が待ち受けているのでしょうか。さあ、外に出てきてくれたのは嬉しいですが、まあ次回はちょっと待ってよ。あ、キスリングが中に入れば、まあいいや、このまま、何をしようとしたんだっけ。魔王マップを見てみようかな。光なきだ、光なき道の果てるところ、争いを好む者の負け配あり、死せる世界にただ一人熱き血をほとばしらせている。っていうのが横断トンネルのことなのかな。とりあえずお金が貯まってるんで、
武器防具を揃えに行きたいんですが、おいクブよ、お前から見て要はどれくらいイケているのだ。正直に申してみよう。これはまるで、これはちゃんと答えていきたい。まるで方法、それから誰もが振り向く裏通りの安物の、誰もが振り向く、不安だな。そうきたか。それでどう締める。え、スーパーモデル、北切りスズメ、下切りじゃない、ドブネズミ。スーパーモデル、ちょっと間違えた感あるぞ今回も。どうしよう、もういいか。おお、まるで誰もが振り向くスーパーモデルとまで言うか。おお、よかったよかったか。分かっておるではないか、古文よ。よろしい、世は機嫌が良いぞ。世の先制攻撃をスタートにブババッといけ。ちょっとキスリングが倒れてるんですが。あー、申し訳なさすぎる。フライング魔王、大して攻撃力はないんだな。ちょっと申し訳ないが、よっぽどルカの方が強いからね。89とか言ってるから。キスリングなんか戦闘不能っていうか、完全にお昼寝してるみたいな状態になってますね。本を枕にして、本をなんか明かりよけにしてるみたいな。よし、じゃあ今回はここまでにして、次回はマドリルからかな。多分一旦そこに戻って、横断トンネルがどこだったっけ、その場所をよく覚えてないんで、そこを探していくところからやっていこうかなと思います。ちょっとマドリルに戻るまで結構戦闘あるかな。これキスリングさん、さすがに生き返らせてあげないとかわいそうかな。よし、とりあえず実況は今回はここまでにしておきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ダンジョンがあるとどうしてもカットが多くなったり下ってしまうのが本当に申し訳ないんですが、これからも頑張っていきたいと思いますので、どうかお付き合いよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。